談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅です。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。マーキュリーファーについてつらつらと考える日々を過ごしております。っていうか読み終わりました。どうにかこうにか死ぬ気で読み終わりました。もうなんか愕然というか、なんでしょう、なんてこったって感じですけど、昨日劇場の話をするって言って、世田谷パブリックシアターについてもっとこんなとこだと思ってるみたいなことを言おうとしてたのに、そのキャパね、人数の違いはそんなに気にしなくていいんではないでしょうかという結論を導くために、むちゃくちゃいろんなとこの人数を気にしすぎて飛んでしまいました。世田谷パブリックシアター自体が、なんていうかな、上演作品の種類もこう、一般に受けそうな、パーッと見て、わーい、面白いってやつじゃなくて、解釈に悩みそうなやつとか、実験的だったり、それこそ何日か前に、アメリカの受賞傾向とヨーロッパの受賞傾向みたいな話をしましたけど、そのヨーロッパ的な傾向っていうのが、文化度がすごく成熟してないと工業的に難しいんじゃないかなと思うようなやつをやってるんですけど、まあそれを見込んでというか、もう最初からそれを支える、文化を支えるための制度、金銭的にもシステム的にもですね、もうそこからもう組み上げてある民と官の関わり合い具合というか、それをハンドリングする運営がすごく素晴らしいなという印象があって、そういう上演ラインナップもそうですし、あと地域への還元もすごく目に見える形でやってて、こういう文化施設って全国にいっぱいあって、どこでも多分実は地域の皆さんに愛してもらおうとすごく頑張ってるんですけど、いかんせんなかなか知られなくて、役に立たないと思われて、スーパーマーケットとかにされちゃう問題みたいのが全国にあって、その点世田谷パブリックシアターはプロモーションもうまいし、世田谷区自体がもうかなりおせおせな空気を醸しているのと、実際すごく貢献周りにしているんでしょうし、あとその地域だけじゃなく演劇文化の未来っていう方にもベクトル危機感を持ってて、アンダー何歳みたいなのはね、今どこの劇場も結構あって、若者に見てもらって次の世代にっていうのをすごくやってるんですけど、それに加えて高校生の優待、しかも世田谷区だけじゃなく都内で演劇をやっている高校生の優待みたいなのもこのマーキュリーファーにもあってですね、リドリーさんもね、若者のための演劇プログラムみたいなのでたくさん刺激的な活動をされているのもあるし、そういうところへのアプローチも手堅い、一歩先の文化をしっかり提示していこうっていうところが、ね、かっこいいなぁと、セタパブかっこいいなと思っております、個人的に。で、ね、キャストの話をしたいなということで、内容に触れますよこっからって言っても、昨日もね実は悩んだんですけど、触れますっつったからって逐一読み上げるのもなんだし、まあ、読み上げたい内容かというとまたそれもねあれだし、でざっくり要約すると言っても、正直今のところ読み終わってなんてこったっていう感じなので、要約する気にもなかなかならないんですけど、ちゃんとしたあらすじはですね、ちゃんとした人がちゃんと読んでやってるやつをきっと検索すればどっかにあると思うので、各自探していただくことにして、キャストのねどういう登場人物かっていうのをだふわっと思った感じで見ていきたいかなと思います。とはいえ非常にざっくり言うと、まあ、この世界では多分ドラッグみたいな感じで食べる腸があって、それで幻覚を見たり肺になったりするんですよね。でその腸の色によって受ける影響が違うらしいと。で、吉澤エリオットさんと北沢ダレン君が一生懸命廃墟を掃除してるのはここで頼まれてパーティーをするからで、それはパーティーゲスト、水橋パーティーゲストさんが山崎パーティープレゼント君を、まあ、攻め災難で殴り殺すところを撮影して楽しみたいというパーティー、これを
カジスピンクスさんが主催するの準備させられている。でスピンクスさんの、妹というか弟というか、生物学的には男性らしいローラとエリオットは恋人同士であると。でスピンクスさんがすごい面倒を見てる、お姫様って書いてますよね、登場人物にね。ダッチェスだからどっちかというと公爵夫人で、英語圏で公爵夫人といえば不思議の国のアリスの発狂したエキセントリックなやつっていうイメージのダッチェスなんじゃないかなと思いたいので、お姫様かなと勝手に思ってるんですけど、まあ全然違うかもしれない、普通にお姫様扱いなのかもしれない、の面倒をすごく見てるんですが、それが、エリオットとダレン君のお母さんで、そのおかんが見てるとこでこんなパーティーはしたくないと吉沢エリオットがぐずって、巻き込まれた小日向なず君ですね。エリオット、言わせた、その蝶々、ドラッグみたいな蝶々の売人を吉沢エリオット君がやってるんですけど、そっから、蝶々買ったことがある小日向なず君が、先輩って感じでめっちゃ慕ってる風で、で、近く、隣の部屋なのか、同じ建物の中にいるから、まあその、姫、ママ、ダッチェスをそっちに隠れててもらおうみたいな感じでいるところに、まあ来まして、山崎くんがぐったりしすぎてて、水橋さんが怒って、で、その、もうすぐ、ここの、この町が爆撃を受けるから、その安全保護情報を水橋さんが教えてくれるっていうのが報酬で、このパーティーをスピンクスさんとエリオットダレンでやってるわけですけど、あ、ダメだな。なんか、結局あらすじ言うみたいになっちゃうな。それは本意じゃないんですけど。じゃあ印象に戻ると、途中まで読んでて、このパーティーを主催しようとしてるスピンクスがやべえやつなのかなと思ってたんですが、やべえやつはパーティーゲストの方で、それがあのね、水橋さんっていうギバーでおなじみの、っていうので、おーと。落ち着いて見えて最後の方なかなかのヤバさだったので、水橋さんのヤバさを拝見するのが楽しみだなっていうのがあるのと、あと、なずくんがなかなかの巻き込まれっぷりというか、大変な役ですよね。前回はね、水田さんがこの役だったということで、重くないお芝居で拝見することが多かったので、ちょっと心震える気持ちになっているのと、このパーティープレゼントくんがね、アミューズの山崎さんという方で、これまたいたいけな感じでね、非常にいいなと思うのと、で、姫、ママもかなり常軌を逸した行動を取るなどするらしくて、この、大空雄飛さんね、宝塚卒業された後、華やかなショーとかももちろんやられてるんですけど、手堅いお芝居、かなり続けて、休みなくやられてる感じで、こちらも骨太感が楽しみなのと、スピンクス、意外といい大人だった。この作品の中でいいって言ってもたかが知れてますけど、まあ、ちょっといい方の大人だった兄、スピンクスさんのカジさんも、もう本当にね、骨太、見た目じゃないですよ。芝居の感じが骨太っていう作品にたくさん出てらして、ローラの宮崎さんはかなり白井さんの作品にこれまでも出てらして、初演では中村さん、ローラに当て書きじゃないかっていうような方だったんじゃないかなと勝手に想像してるんですが、からのバトンをどう受け取るのかっていうのがすごい楽しみな感じがするのと、で、この爆撃、もうすぐこの街が爆撃されるっていう予定が早まるとか、それもあってかなくてか、パーティーの予定が5日も早まって大変なんだみたいなのが、なんかこう一緒にしちゃいけないかもしれないけど、今ね、本当にコロナで毎日いろんな予定が変わるのがもう当たり前みたいになってる中で、次はうちの会社も、次はうちの学校もなるかもしれないみたいな、ひたひたとこう迫るのを、毎日ドキドキしながら、で、それこそ、次は私が見に行く公演が中止になるかもしれないっていうのが一番、仕事より学校より切実ですけれども、そういう切迫感みたいのがもう、本当に肌感覚で今、あって、
公演が決まった時は意図されなかったかもしれませんが、本当にね、身に迫るこの時期に見る意義もまた一つ乗っかるのかなと思ったりして、非常に楽しみでございます。はい。というところで、今日はここまで。明日はいよいよ初日、楽しみに拝見したいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。